はい、今超緊急でね撮ってるんですけども、はい、今視聴者の方からですね送られてきたんですが、なんと埼玉大学のとんでもない出題ミスなのかっていうのか、いやミスだと思うんだよね。なんと英作文の問題ですね、全く同じものを出題してしまいました。一字一句変わらないですよ。2024年度の問題が2022年度の問題と一字一句変わらず同じでした。はい、Some people think governments should spend as much money as possible exploring outer space, for example, traveling to the moon and other planets. Other people disagree and think governments should spend this money taking care of our basic needs on Earth. Which of these opinions do you agree with? Use specific reasons and details to support your answer. っていうのこれが2022年ですね。はい。で、2024年の問題、はい、送ってもらった、はい、やつが、はい、これですよ。一字一句変わりませんね。具体例も同じだよ。これさ、間違いだよね。普通に考えて。間違えて2022年の問題を乗っけちゃったってことだよね。じゃないとありえないでしょ。なんかだって、過去の問題はね、使うことはあるとはいえど、こんなに全く同じので出すっていうのは普通じゃ考えられないよね。何かしらのミスじゃないと。え？どうすんの？よくいるじゃないですか。赤本のね、問題なんてやる必要ないよとかっていう先生たちも多いと思うけどね、同じ問題なんて出ないんだからっていうね。はい。息してるかーっていうようなんですね。マジじゃん。本当に同じじゃん。全く同じじゃん。やば！こんなことって。あるんですね。はい。もうすぐにね、来たんですよ。もうネタにしてください、これ。って言って。やば！前代未聞だよ、こんなのね。という、超絶大びっくりな内容でございました。はい。皆さん、どう英作書きますか？とか。いや、これはまずいでしょう！前代未聞でしょう！ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。これ超緊急動画でした。